エス、サボ、これで俺たち兄弟なんだな。エースの意志は俺たちが継いでいくんだ。ルフィ、そろそろ。ああ、今行く。あれからもう2年か。心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。よし、行くか。マリンフォード頂上戦争から2年、世界の勢力図は大きく変化していた。海軍本部では戦国が職を退き、新たに赤犬杯が元帥となった。それに先立ち青木地九段は赤犬と衝突、決闘に敗れて海軍を去っていた。また白ひげの死によって空席となった四皇の座は黒ひげティーチが奪い取り、新世界で勢力を伸ばしつつあった。一方、麦わらの一味は沈黙を守り続けた。頂上戦争の後、2年後の再集結を仲間に伝えたルフィはレイリーの下で覇気の修行に励み、その間他の仲間たちもまたそれぞれに大きな成長を遂げる。そして2年を経た今、麦わらの一味は約束の地シャボンディ諸島で再会の時を迎えようとしていた。あいつらもう島に着いてるかな。早く相手が…サミンゴはあっちだな。手出しはさせねえ。久しぶりだなお前ら。追われてるんだ、助けてくれよ。相手がホロホロ女なら俺に任せろ。麦わらの一味か。店長が死亡したと聞いていたが。諦めてやるか。そういや、ゾロがいねえな。島まで連れてきてやったってのに。麦わらの一味だ。あいつら生きてたんだ。いくぞ。よっと、はっ。奴らがいつか必ずこの島に再集結する日が来ると分かってた。
どこ上げてんなおめえら。クランキー、お前すげえ体になってんじゃねえか。サニー号も無事だったんだな。そのことについちゃおめえらも知っておくべきことがある。今日まで船が無事だったな。船を守る戦士が一人いたからだ。2年前俺たちをチリチリにすっ飛ばした張本人、大岡七部会の大男、バーソロミュークマだ。数日前俺がサニー号にたどり着いた時は目を疑った。待っていた、任務完了だ。サニー号には傷一つなかった。なんであいつが敵だったんじゃねえのか。おめえらもうすうす気づいてたとは思うが、あの戦いですっ飛ばされなければ俺たちの命はなかった。結果的に俺たちは助けられたんだ。心に留めとけ。この一味にとってクマは大恩人だってことをな。君たち、島の状況がせわしなくなってきた。仲間も皆もう上陸している。船に全員を集めろ。少々慌ただしいが、それぞれの2年を乗り越えていよいよ再出発の時だ。よし、残りの奴らを晒しに行くか。ではあの麦わらだ。無能、浮かを回しとけ。マシミスタも出すぞ。エレファントガン。海軍が動き出したみてえだな。船は俺たちに任せてみんなを探してきてくれ。本物のレディが生息してる。 I need レディ。海賊黒足の惨事確認。あの時のクロスシューゲーム。何者ラップル、クローアップ、突撃エレファントガン。ルフィが心配で、ついここまで来てしまう。誰だ、あのスーパーな美女は。お、ハンコックだ、助かった。ハンコック？七部会の海賊女帝じゃねえか。七部会と知り合いなのか、ルフィ。ああ、俺、尿ヶ島に飛ばされたから友達なんだ。あの女帝と仲良し？おめえちゃんと修行してたんだろうな。お前、俺なんかな、俺なんか。ルフィ、仲間と無事に会えたようじゃな。いやー、海賊女帝がこっちに恵ませよって、サチミスター再起動できません。一味は2年前より数段強くなっている模様。何やら海軍が騒いでおる。ルフィの出航を阻む者はわらわが許さぬ。ブア、ネガティブ炎、アルセティエルワンボタン。ゴーストプリンセスを甘く見るとどうなるか思い知らせてやる。どうしていられねえ。
ミンゴに行くぞ。女じゃねえか。お前、俺の位置に入れてやろうか。決勝。頼むぞ。結構。あんたと私じゃ全く釣り合わないわ。これはナミさんの気配。ナミスワーン。今行くよ。ほほほほ。ナミが来たか。ここは俺様が助けてやるとすっか。やあ、ユーフィー、久しぶり。ありがとう。ま、あたし一人でもなんとかなったけど。集まってるか。サンジ、お
あいつなんとかしろ。ジャストピストル。そろそろ行くか。いや、うん、あとはゾロとブルックが来てねえぞ。マイノマリノはどこさまよってんだ。島に一番乗りしたってのに船はどこだ。待ってたっていつ来るかわからねえ。こっちから迎えに行ってやろうじゃない。奴ら、対岸に船を移動させる気か。急いで対岸の守りを固めろ。軍艦には攻撃の準備を始めるように伝えとけ。とは見過ごせんな。我らが止めてくれよう。なんと懐かしい皆様。マネージャーたちに追いかけられてまして。ブルック、大スターソウルキングになったのよね。戻ってきてくれるかしら。ブルック、これから荒稼ぎって時に引退なんてさせてたまるか。我らの通り道に砲弾を撃ち込むのは海賊じゃて。撃ち方やめ。流水。マネージャー、2年間お世話になったんだぜ。そしてこの島へ運んでくれてありがとう。望むのネガティブ砲弾。いかよ一刀流大進化。エレファントガン。お前がいなきゃうちの会社は終わりだ。一緒にくたばろうぜソウルキング。望むのこのエレファントガン。頼む近いよ。攻撃をやめてほしい。はい、直ちに中止します。ゴゴゴゴ。うめえ。ルフィさん、行きましょう。新世界。
早く応援をよこせ。この者を身が散る炎いかよ。一刀流大進艦エレファントガン。攻撃をやめよ。無礼であろう。攻撃は中止だ。腹減ってきたな。海賊女帝、そこで何をしている。任務を妨害する気か。わらわのために道を開けてほしい。そしてそなたたちの船の積み荷もすべてほしい。何をバカなことを。そんな理不尽な要求が許されると思っているのか。わらわが何をしようとも世界中がそれを許してくれる。なぜならそうよ、わらわが美しいから。貴様ら、あの島にどれほどの凶悪犯がいるのか分かっているのか。麦わらのルフィならば、わらわが七部会として追い仕留める。それで文句はなかろう。はい、総員撤退だ。そろそろ行くか。皆さん、お会いしたかった。で全員揃ったな。よし、船を出せ。いや、出航する必要はねえ。2年前と違い、舞は正式に海兵になったんだ。おめえをここで捕らえる。2年前と変わったのはこっちだって同じだ。ミスリー爆弾の狩りのゾロ、黒足のサンジ、やはり一味全員この島にいます。もはや我々には手に負えません。仕方ねえ、司令部に電電虫をつなげ。プル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 。こちら戦闘丸、状況を報告する。麦わらの一味によってパシビスタ全てを深く損傷。もちろん強さは2年前奴らを追い詰めた当時のまま。変わったのはあいつらだ。この2年の潜伏期間で目まぐるしい成長を遂げている。新世界の海軍本部によく伝えとけ。麦わらの一味は完全に復活したとな。ガチャ。一応様子を見に来たが問題なさそうだな。さらに力が洗練されている。愛はガードだけじゃねえってこと、今教えてやる。この者をネガティブ炎いかよ。一刀流大進艦エレワットガン。
ほんじゃな、お前とはまたどっかで会いそうな気がする。早く行け。ベイリー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。行こうか。じゃあベイリー行ってくる。ああ。頂点まで行ってこい。どうじゃ？どこの誰だお前は？ロジャー。すべてが必然であるかのように、縁はやおら形を成していく。とかく、ルフィはまた一段と。あの帽子がよく似合う男になった。すーげー！フランキーかっこいい！おーい！みんな！おーい！またみんな揃った！俺のわがままに付き合ってくれてありがとう。出航だ。